こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。4月入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月最初の放送になります。まあ新生活の季節、まあ、3月から4月にかけては引っ越しだとか、学校が変わるとか、学校卒業して新しいとこ行くとか、新社会人だとか、いろんなことが、変わっていく、季節だと思いますけれども、私の方はと言いますと特に何も変わらず、同じような仕事で同じように生きているんですけれども、そんな中いいニュース久々にありまして、 SpotTVNow っていう、サブスクのサービスがあって、これは主にスポーツ中継で、みんな入っているんですけれども、ここが、U-NEXT っていう、これまた映像系のサブスクと契約したっていうニュースで、でこれ何が起こるかっていうと、 U-NEXT で SpotTVNow が見られますよっていう発表だったんですけど、まあ、スポーツ興味ない人は SpotTVNow って何って感じかもしれないんですが、 SpotTVNow っていうのは結構最近、日本に現れてきたサービスで、今だとメジャーリーグだとか、海外サッカーで具体的にはイングランドのプレミアリーグ全試合見られて、あとセリエ A とかスコットランドもやってるんですけれども、まあプレミアリーグに関して言うとアベマでも見られるので、ですが全部やってるのはスポーティービーナウの方なので、みんなサッカー好きは、そしてプレミアリーグ好きはこっちも入ってるっていう人が多いと思うんですが、僕もねプレミアリーグがねなんだかんだ言いつつヨーロッパサッカー好きですって、全般的に好きなんですけれども、まあ、どうしても多く見てるのは、多くチェックしてるのはプレミアリーグ、イングランドのサッカーなので、ここのサービスはずっと注目して見ていたんですけれども、ただこの SpotTVNow 反面デメリットというか、ここ改善してほしいっていうところがあったことも事実で、テレビで見る用のアプリがなかったんですよ。つまり、Apple TV だとか、Fire TV だとか、テレビとつないで、でそれが、Wi-Fi つないで、あるいは有線でインターネットつないで、いろんな、サブスクだったり、動画の配信だったりっていうのを見られるようにする機械に、だいたいそのサブスク側がアプリを用意して、でそれを使うと、そのサービスの、コンテンツが見られるっていう風になっているんですけれども、 SpotTVNow はまだこれがなくて、まあ、今後あるのかどうかも知らないんですけれども、これが始まった当初から、これアプリないんじゃ、パソコンとかスマートフォンとかタブレットでは見られるけれども、テレビで大きい画面で、見られないじゃんっていう風に声が上がっていて、僕もそれが懸念点としてずっとあって、 SpotTVNow いいけどアプリ作ってくれよ、テレビで見られるようにしてくれよってずっと思ってて、だからまあやり方としては、パソコンとかタブレットとかスマートフォンには映像が来てるわけですから、それをそのまんま、なんかケーブルでつなぐとかしてテレビに映すっていうのはできたのかもしれないんですけど、僕そこには全然着手せず、ここまで来ていたのでずっと思っていたんですけれども、で話を最初に戻って、今回のこの SpotTVNow と U-NEXT のなんていうのかな、契約によって U-NEXT で見られるようになったので、 U-NEXT はアプリありますから、このアプリで解決、アプリに SpotTVNow が来れば解決っていうね、こんなに分かりやすいウィンウィンな、会社関係のニュースもないよっていうね、サッカーファン待望のことだったんですよね。で料金、気になる料金、ここもね面白いというか興味深いんですけど、SpotTVNow、 U-NEXT で見るには月1200円、そして、そもそもの U-NEXT が月、2189円。これ合計したらちょっとね、ただスポーツ見るだけでこんなにって思う人もいるかもしれないんですけど、なんかちょっと回し物みたいになってきちゃったな。全然そういうことはないんですけど、これだからルールとしてよくできてんなと思ったんですけど、 U-NEXT っていうサブスクはちょっと他と変わっていて、毎月普
通に会員やってると1200ポイントもらえるんですよ。でこのポイントは、Unext の各種つどつど課金するようなコンテンツだとか、あと電子書籍もやってるらしくて、僕は全然、買ってないんですけど、こういうものに使えますよっていうのでポイントが来るんですね。でだからこの1200ポイント月々もらえるやつで、他に使わない人は、まあ、その SpotTV Now に当ててもらって、だから1200円なんで総裁というかこれで賄えますよっていう理屈になってて、ははーなるほどみたいな、この中身の、SpotTV Now テレビで見たいですよね、 Unext ならみたいなところと、料金足しちゃうとちょっと負担になりますよね、でもポイント制なのでっていうところがね、なんかいろいろよくできてんなと思ったニュースでしたね。これはウィンウィンな、消費者にとってもウィンウィンな契約だなと思って、なので僕もこれで見ると思うんですけど、あと SpotTV Now を追いかけてる人には Unext チェックしてもらいたいし、そして Unext 入っててちょっと海外サッカー興味あるけど何を見ていいやらっていう人は、このこれに乗っかってプレミアとか見てみるといいんじゃないですかね、ちょっとチェックしてみてください。まあでもね、海外サッカー何年くらいかな、もう何年、ここ何年も毎シーズン追いかけていて、でまあなかなか海外に観戦も行くのは難しいので、テレビでずっと見てる人間からすると、毎シーズン本当にサービスとかその権利元っていうのが変わっていくので、まあこれがどのぐらい長期的なものを見据えた契約なのかとかは伺い知れないんですけれどもね、来シーズンじゃあどうなってるんだろうってサッカーファンとしては思ってしまうというか、まあわからないんですけれども、まあしばらくはこれでいろいろ便利に見られそうだなっていういいニュースを久々に聞きました。ということで内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、今週はこちらのコーナー、新生活応援春のお便り。このコーナー毎年恒例、春限定のコーナーです。3月から4月5月にかけて春は何かと変化が多い、新生活が始まるだとか、新しい学校入る、学年が変わる、引っ越して住む場所変わるなどなど、国が変わるっていうこともあるかもしれないですね、そういう新生活あるいは春にまつわる身の回りの変化について教えていただいているコーナーです。まあ、そもそも私内山聖輝が声の仕事をしていて、いや毎年毎年同じような環境で同じ業界でいろいろね、タイトルは移り変わっていくので、でまあ業界の流行とかも変わっていきますから、いろいろこう新しい人も入ってくるし、変化はあるものの、まあやっている物事を抽象化していくとなんか全部似てるなっていうので、こう一年一年がデジャビューのように感じられてきたところから、ではじゃあリスナーの方々はどうですかというような感じで変化を求めて出来上がったコーナーがこのコーナー、今年もやっていこうと思います。ラジオネームみーやんさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は1年の浪人生活の末に目指していた大学に合格しました。この4月から晴れて大学生となれます。この1年を振り返ると一番しんどかった時期は6月でした。成績が上がらない&季節柄気分が沈む&浪人生活に慣れ始めてたるむの3コンボで心が折れそうでした。予備校の社員さんが言っていたのですが、勉強の成果が模試の結果に現れるまでにだいたい3ヶ月はかかるそうです。3ヶ月。共通テスト1日目はせっかくの母の朝ごはんを吐いてしまうほど、あら、緊張していましたが、なんとか乗り切りました。大学生活に向けての不安は多いのですが、これから通う大学は自宅から近く、いいですね、
現役で受かっている高校の友人を頼れるので少し安心です。季節の変わり目ですが、内山さん、スタッフの皆さん、お体に気をつけてお過ごしください。長々と失礼しました。僕の想像ですけど、浪人っていうのは、まず通ってた高校を卒業して、あれですよね、こう立場が失われる感じが大変なのかなと。寄って立つところがないっていうか、その合格にたどり着くまでは。で、プラスそこに寄って立つところがないなっていうところに、次受かるかなっていう不安感。プラス、浪人して、例えば1年浪人だったら、1年ね、その勉強の時間、学校生活なしで、1年現役と比べると多いんだから、だけど、みたいな、そこのプレッシャーが増えてきちゃいそうだよなっていうのが、辛いところですかね、想像するに。だけれども、まあそれを、経て、4月から、新しく、大学に入学と、まあそういう時期ですよね。楽しい学校生活になるといいなと思いますけれども。ラジオネーム、ナミさんからいただきました。北海道、33歳、女性。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。何年かぶりにメールを送らせていただきました。今年の春、4月、私の息子が小学校に入学します。2年前、私は離婚をして、周りの人に力を借りながらすくすくと大きくなった息子が、人生で1回しかない小学校の入学式を迎えます。離婚してから息子には寂しい思いをさせてきましたが、反抗することもなく、ママ、いつもお仕事頑張ってくれてありがとうって言ってくれる優しい息子です。小学校に入ってから私の生活も大きく変わります。今まで仕事は時短勤務をしておりましたが、息子が小学校入学するとともにフルタイム勤務に変わります。今まで以上に寂しい思いをさせてしまうかもしれない不安は多いけれど、優しい息子の生活をより良いものにできるよう頑張ろうと思います。忙しくなる中、息子に対してまっすぐ向き合えるよう頑張りたいです。今は内山さんのラジオを聞きながら家事をしております。時間帯が変わるとのことですが、これからも私の生活の中に内山さんの声が響いていただけると私の疲れも癒されますので、わがままでございますが、これからもお体にお気をつけてよろしくお願いします。長文で拙い文章で申し訳ありませんでした。読んでいただきありがとうございました。33歳だから、まあ、ほぼほぼ同世代ですね。それで息子さんが小学校入学、へー、そうか、そういうこともあるか。小学校は今どんな感じなんだろうな。まだ普通にランドセルなのかな。いろいろ色が自由になったりっていうのは聞くけど、ランドセルって、まあ、作りは丈夫かもしれないけど、子供には重いですよね。そして、離婚してから息子には寂しい思いをさせてきたけれども、ママ、いつもお仕事頑張ってくれてありがとう。すごい優しい息子ですというか、すごいね。しっかり育ってますね。すごいな。それで、お子さん小学校入学で、自分の生活も大きく変わる。いやー、子育てあり、で仕事フルタイム勤務あり、これは大変ですね。子供、今の自分の状況を考えたら、いろいろ仕事ある中で、自分の子供のね、学校どうかなとか、友達できたかなとか、子供の成績とかまで、頭の考えるべき要素として入ってくるというのはなかなか大変だなと思っちゃいますけどね。いやー、最近その子育て関連というか、まあ友達、小学校入学まではまだ行ってないと思うんですけど、友達の子供の話たまに聞くぐらいなのと、あとは漫画の僕がずっと愛読している福光茂之さんの漫画で、福光さんはずっと自分の人生、これまで少年時代から大人になるまでとか、大人になって奥様と
妻、通称妻、妻と出会って結婚するまでとか、結婚してからとか、そこからこうプロの漫画家になって、で編集者とのやり取りだとか、編集者とこれで揉めてるとか、で出版社、複数の出版社と仕事してるから、こっちにはこう言ってあっちにはこう言ってっていうような、いろいろこう内幕ものとかをね、こう赤裸々に書く漫画でおなじみですけれども、そんな福光茂之さんの漫画がいよいよそのお子さんが大きくなって、今はその子育てものに突入していて、すごいな、読者はずっと見守ってきたわけですからね、あの子がこんなに大きくっていうのが、ちょうどその小学校とかそれくらいで、その学校でのいろいろトラブルとかに、まあ、家族で立ち向かっていく様子が描かれてるんですけど、最近その妻と僕の小規模シリーズなんです、小規模生活、小規模な育児っていうのの新刊が出て、読んでいたところだったので、僕の中で子育てで言えば今は福光さんの漫画が浮かんできますね。ラジオネームアイネさんからいただきました。内山さん、内田さん、スタッフの皆様こんばんは。いつもこの時間を楽しみに拝聴させていただいております。新生活春のお便り募集を聞き、ぜひ聞いていただきたく初メールさせていただきました。私は43歳、2人の子供を持つ主婦です。介護福祉士として、介護福祉士、病院で介護看護助手として働いてきましたが、この春からは準看護学校の新1年生として学生生活をスタートすることになりました。現在勤めている病院で午前中は勤務して、午後から学校に行くスタイルなのですが、自分で踏み出した一歩にもいろんなことが不安すぎて、まだ始まってもいないのにこの先やっていけるのか心配です。この年で学生になって勉強についていけるかどうかはもちろん、家事、育児、仕事、勉強の両立なんてできるのか。そして若者たちに混じって学校生活を送ることに多大な恐怖を感じています。つきましては、内山さんにエールやアドバイスなどをいただけると励みになり、2年間頑張っていけそうなので、ぜひ内山節を聞かせた一言をお願いしたいです。多分失礼いたしました。これからも勉強のお供にワンクール聞き続けます。勉強とラジオは一緒にやっちゃダメ。いや、エールアドバイスはちょっとね、そのお仕事のこともさっぱりわからないし、準看護学校で何勉強するのかもわかんないですからね、そんな内山節も何も言えることはないですけどね。まあでも43歳、2人のお子さん持っていて、準看護学校の新1年生として学生生活をスタート、まあ、この年で学生になってっていうふうには書いていますけれども、まあ昔からよく言う格言的なものを引用すれば、何事も遅すぎることはないのかなと、チャレンジすることに。それはまあ絶対的に正しいことだと思うので、まあそこは気にしなくていいのかなと思いますけれども、ただまあ確かに家事、育児、仕事、勉強、午前中勤務して午後から学校じゃね、頭の切り替え等々を含めてね、まあ、両立っていうか、もう2つ3つ4つぐらい重なってますもんね。これはなかなか大変だろうなと思いますけれども、ただまあ新しいことを始めると、まあ、身も心もというか頭が疲れる、慣れないこと、なんか新しい場所に行く時って妙に時間かかったり、こう地図見ながら行くと、いろいろそれの面倒さもあるし、こう慣れないことしてるなってあって、でそこに何回も通ってると所要時間めっちゃ減るなっていうか、体感時間がすんごい短くなったように感じられると思うんですけど、まあだからとかく新しいことっていうのはいろいろこう心身ともに負荷がかかるんだろうなと思うんですけど、でもまあ同時に反対の方から見れば、新しいことが生活に加わると生活全体が活性化するっていうのもまた確かなことなんだろうなと思います。だからその大変なことはありつつ、まあ絶対にポジティブな要素もあると思うので、だしね、まあ僕より10くらい上の方なので、僕が言えることなんて少ないんですけれども、まだまだ人生は長いですから、いやこれはいい
スタートなんじゃないのかなと思いますけどね。でもまあ大人になってからこうやって学びを始めて、また新しい自分と出会うことを目指すっていうのは憧れますね。僕もなんかどっかで何かに一区切りつけて、なんかこう新しいことを学んで違う世界に飛び込んでみたいなっていうのがやっぱずっと頭のどっかにはあり続けていますね。具体的にどうっていうこともないんだけれども、いろいろこういろんな業界の人の話を聞いて刺激を受けて、そういう仕事とか、そういう生き方もあるのかっていうふうに思いを馳せることは、いつもあります。ラジオネームさくらさんからいただきました。内山さんこんばんは。春限定企画ということで、3月から職場の携帯がガラッと変わったのでお便り送らせていただきます。私の職場は私が勤めてから12年、仕事のやり方や社員の入れ替わりがほとんどないところだったのですが、3月から仕事方法がアナログからデジタルに変更になりました。大改革だ。アナログで慣れてる身からすると頭から煙が出るくらいデジタルは難しく、始まった1週間は連日12時間から13時間労働で、12から13時間労働でさすがにぶっ倒れそうになりました。しかし慣れてくると新しいことを覚える楽しさや、どうやったら効率よくできるかなど考える面白さがあることに気がつき、大変ですが前向きに頑張っていこうと思います。内山さんもお体にくれぐれも気をつけてお仕事頑張ってください。応援してます。3月から職場の携帯が変わった。何のお仕事なんでしょうね。で、仕事の方法が、ご自分が勤められてからは12年、ほとんど変わらない、社員も入れ替わりないところだったんだけれども、仕事の方法がアナログからデジタルに変わった。具体的にどう変わったんでしょうね。これを読んで聞いて、じゃあうちの業界どうかなって考えた時に、いろいろやっぱりここ10年、15年、20年スパンで考えると仕事のやり方っていうのはかなり変わってると思うんですけど、やっぱりデジタル化、そしてインターネットによって、まあどの業界もそうだと思いますけど、いろんなものが変わっていったんですけど、まあいろいろ便利になったなと思う、言いつつ、あと多分残されたフロンティア、聖域的なところで言うと、やはり紙、台本持ちながらセリフを、録音するんですけど、あれがいつかはタブレット的なものに変わるんだろうなとここ何年かは思っていて、自主的にそういうふうにやってる人もいらっしゃいますけれども、そうなったらいろんなこと変わるなって。これがもっとタブレット軽いものになって、で持ちやすくなって片手で持って容易に操作できるようになったら、紙は消えるのかな。でもっと便利になったら、今はマイクから数メートル離れたところにある、映像のモニターで、絵の動きを確認しながらセリフ作っていくけど、それももっと近いところで手元のタブレットとか、もっとそれに類するもので確認しながら吹き込んでいくことになるのかわかんないけど、これは多分どう考えてもそうなっていくんだろうなと思っていて、でいいところもね、目に見えてあるんですよ。まずはその紙だとどうしてもめくらないといけないから、めくりが下手だとそれがセリフと被っちゃって、同じところにセリフ言ってるところに、自分のセリフ言ってるところにもうすぐ次のセリフ、次のページめくったところにあるから、めくらなきゃでペラっていうのが言葉に被っちゃうと、重なってしまうとそのセリフは基本的に使えないので、もう一回取り直しっていうのがよくあるんですね。これがタブレットであれば、まあ、物理的にノイズは出るけど、紙特有のあのこのめくる時に風にこうペラってなるやつがね、なくせるならね、あれはなくなった方がいいんだろうし、あとは台本の修正もね、とがきとかセリフがここ変わりますとか、ここのカット番号変わりますとか、カットここまで、とがきのここまでが、236カットだったんですけれども、236カットがなくなってとか、236カットこの数行先まで236カットになりましたとか、ワンカット処理になりましたとか、いろいろあるんですけど、OL が消えますとか何とかとか、いろいろあるんですけど、そういうのを手書きで加えているところが、いや、ファイル更新するんで、もう、
前日に上がった新ファイルでお使いくださいみたいになんのかなとか、あとはね台本だとどうしても取りに行かなきゃいけないから、紙のものをその置いてある場所まで、それ大体こうマネージャーさんの仕事としてあるんですけど、それ減らせるかなとか、いろいろね未来は明るくなっていく気はするんですけどね。まあただデータでガンガン生きるようになると、ギリギリに中身が出来上がってもその印刷所回すんでいやーとかじゃなくて、いやファイル送ればいけるからギリに上がっても大丈夫ってなるのは、ちょっとね多分最近の傾向からするとなんか危ない予感はしますが、ということで今年もこんな感じでやっていこうと思います。新生活、春にまつわる身の回りの変化に関するお便り送ってみてください。ネガティブなこと、ポジティブなこと、どんな内容でも結構です。以上、新生活応援春のお便りでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。皆様からのメール引き続きお待ちしております。現在募集中のコーナーは、新生活、春にまつわる身の回りの変化を教えていただく春限定のコーナー、新生活応援春のお便り。10代から20代前半ヤングの皆さんから32歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で送っていただくクイズヤング、そして皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします、買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、そしてここでお知らせです。内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、の定額で購読できる範囲が5月1日から変わります。こちらについて詳しくは内山聖輝の踊り場、このノートの、方と、そして公式ツイッターなどをご確認ください。よろしくお願いいたします。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。